従来の3倍の長さながらほぼ同じ大きさのトイレットペーパーに関する特許権を侵害されたとして日本製紙クレシアが大王製紙に対し製品の製造差し止めなどを求めた訴訟できょう東京地裁は日本製紙側の請求を棄却しました。 訴状などによりますと、日本製紙クレシアは従来より3倍の長さがあるトイレットペーパーを製造する際に、触り心地を柔らかくするため使われる表面をデコボコさせる加工などの特許が侵害されたとしています。大王製紙に対しては、長巻トイレットペーパーの3製品の製造・販売の差し止めと、製品の破棄や3300万円の損害賠償を求めていました。

一方、原告の日本製紙側は大王製紙が特許を侵害していると考えており到底、承服できるものではないとした上で控訴する予定だとコメントしました。